総督、総督とは以下のことを指す。中国の総督とは国内の地方上官のことである。同時期の地方上官である順部が一小程度を管轄したのに対し、総督は複数省の軍民両制を取り仕切った。明世には国難があった時に柔軟に対応するための臨時官であったが、この官職名を継承した清は常設官として体験を与えた。また、 新ではこれら通常の総督、ウヘリコデララアンバンの他に、特命大臣的な総督も配置した。新朝末期になると、地方行政を一手に担う総督の中には、中央朝廷より実を持つ者も出始めた。日本でも、歴史的には、下関条約調印5895年から1945年の、相互台湾総督府を、 日韓併合条約調印後1910年から1945年の間朝鮮総督府をそれぞれ設置したことがある。また、明治初期の地方裁判所の長官にあたる職位に総督という故障を用いたこともある。裁判所参照。東ローマ帝国では、6世紀末に総督職、古典、ギリシャ語再建音、エクサルコス、現代イギリシャ語、 エグザルホスが設けられた。総督は地方大使と訳されることもある。476年の西ローマ帝国の滅亡後も、東ローマ帝国は古代末期には安定した状態を維持し、領土拡張を行う能力を保持していた。ユスティニアヌス一世の再征服の間に、北アフリカイタリアダルマチアスペインが東ローマ帝国の半島に入った。この領土拡張は、 帝国の限られた資源にとり、途方もない重圧となり、征服事業にかかった軍事費は、東ローマ帝国の家財政の破綻の要因とも、なった。しかしながら、ユスティニアヌス帝の後継者である東、ローマ皇帝たちは、再征服された領土を放棄して、重圧を免れる方策を取らなかった。この経緯により、地方の変化に、向上的に対処する、総督府。 が設置されるる。ことになるローマは早々に見放されたが、6世紀末の皇帝へ、マウリキウスによって、ラベンナと北アフリカのカルタゴに総督府が設けられ、東ローマ帝国はハントの維持に努めた。ディオクレティアヌスによる先制君主制の強化により、属州の行政権と軍事権は別々の系統に属しており、 総督も当初は軍の最高指揮官として置かれた。しかし徐々に臨戦体制強化のために行政権も握るようになった。軍事指揮官に行政権も与えて権限を集中させる傾向は後の手間性、軍艦癖へと繋がっていく。総督は皇帝の代理だけでなくコンスタンティノープル総主教の代理としての役割も果たした。カルタゴ総督府は7世紀に ウマイヤ朝によって、ラベンナ総督府は8世紀にランゴバルド王国によ陥落し、東ローマ帝国からは失われていった。16世紀から18世紀のネーデルラント連邦共和国、オランダでは、各州の議会あるいは連邦議会により、州の主張として総督、スタートホルダー、統領とも訳されるが任命された。事実上君主に近い地位であり、 後のオランダ王家であるオラニエイコールナッサウ家の一族がほとんど世襲していた。イギリスも植民地に総督を置いており、例えばインドの総督は1773年から1950年まで存在した。植民地独立後もイギリス連邦、コモンウェルスに属する国々の中には、現在でも元首である国王の名城として総督が任命されている国がある。例えば、 カナダやオーストラリア、ニュージーランドには現在でも、職位としての総督が存在する。総督と訳される役職には、ガバナとガバナゼネラルがあるが、前者は知事とも訳される。いずれにせよ、その地域において、国王の代官としての役割を果たしているが、イギリス領である地域では、イギリス政府によって、イギリス本国から総督が派遣されており、場合によっては、 かなりの統治権限を有する変換前の香港が一例。現在ではジブラルタル、セントヘレナ、イギリス領、バージン諸島、フォークランド諸島などがこれに該当する。それに対しカナダやオーストラリア、ニュージーランドなど独立した英連邦王国の場合、総督はあくまでもカナダやオーストラリア、ニュージーランドには通常は滞在していない各国の国王。 イギリス国王が兼任の代理として、儀礼的な職務を行う存在である、オリンピックの開会宣言は通常その国の元首が行うが、カルガリーオリンピックやシドニーオリンピック、バンクーバーオリンピックでは、当時のカナダ総督やオーストラリア総督が開会宣言を行った。なお、1976年のモントリオールオリンピックでは、エリザベス2世自身がカナダ女王として、 開会宣言を行っている。そのため、現在ではそれらの国における総督は、イギリス政府とは無関係であり、各国の王室イコール、イギリス王室とは関係があるが、実際には、各国の首相の推薦により、各国の市民権を持つ人が総督に選ばれるのが通例である、省庁大統領制に近い。ドイツ帝国時代、海外のドイツ植民地や、 ヘルゴランド等の統治者としてが派遣された。この役職は海外統治だけではなく特定の政治問題担当者にも認じられるが植民地や占領地の統治者であるライクスコミサールは総督と訳されることも多い。ナチスドイツ時代には占領地の統治にあたるライクスコミサールが東部占領地域、ウクライナ、バルト三国や西ヨーロッパに設置された。また、 ポーランドのうち、ドイツに併合されなかった部分には、であるハンス・フランクのポーランド総督府が支配に当たった。また形式上ドイツの保護領となったチェコ、米面命令保護領においては、が、行政のトップとされた。これらの役職もそれぞれ総督と訳されることが多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。